分分2秒勝者高橋真奈へ。それまして14分2秒高橋真奈選手のホール勝ちでございます。Yeah!
しながら14分2秒高橋七重選手も勝利を終えました。パッション注入マッチお願いします。いやいやいや、この間タッグ組んでさ言ったじゃん、大江戸隊に怯えてビビってて、そんなんじゃ私とパッション注入とてもじゃないけどできません。ビビってないし、ビビってない、私のことも怖いって言ってたんじゃないか。全然怖くない、全然怖くない。じゃあなんでパッション注入マッチをやりたいのか明確に伝えてもらえるかな。メイはハイスピード鹿島咲希さんにはまあ、断られ続けてますけど、まあ、いつかで、ゴッテス、もうメイはやりたいことがいっぱいある、挑戦したい、ただもっと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 プロレスを楽しみたい。何年か前に七重さんとシングルマッチもうめちゃくちゃ楽しかったです。まあ、ボロボロに負けましたけど、あの時の自分を少し取り戻したい。だからメイとパッションお願いします。プロレスを楽しみたい。私とやったら楽しめるかどうか分かんないよ。その覚悟はあんのか。ボコボコにされてボロボロになって終わるかもしれないぞ。それでもいいのか。もう今すぐやりたい。おやおやおちょっと落ち着いて、七重さん落ち着いて、落ち着いて。またお偉いさんたちとお話ちゃんとして、日程ご連絡させていただくんで、その都度パッション決定ということで。それがどんだけ悔しいか、それをお客さんに伝わらずして、自分はなんでレスラーをやってるのかが分かんなくなった。今日は高橋七重と戦って、その一番大事なことを知った。私は一人じゃない、応援してくれるファンの人たちがちゃんといる。その気持ちを、そのみんなの思いを忘れずに、私はこれからもっともっと強くなって、あのリングで戦って、負けてもいいから
諦めず立ち上がってみんなとした約束絶対に叶えてベルトを巻く、それが最大限の私の恩返し。それまでは絶対にこのリングどんなに負けても打ちのめされても這い上がって立ち上がって絶対に諦めない。そしていつか今日戦った高橋七重と勝って恩返ししてやる。それが今みんなと約束した足の目標。はい、飯田魂対七重魂だったんですけど、十分に飯田魂感じさせてもらいました、めちゃくちゃ痛かったしプロレスしてるなっていう気持ちになりました、一発一発思いが込められた分、技も正直効いてる。私にとって効いてる。だけど負けたくない。負けず嫌いの人生でもうここまで来たんで、そんだけの本当にパッションですよね。飯田も決して諦めることなく、これから勝ちを目指して諦めないでいけば絶対絶対絶対ベルトだって負けるし、宇多美とかとだって同期なんでしょ。私なんか結構なんか差があるのかなって勝手に思ってたけど、多分飯田がそういう風に遠慮してる部分もたくさんあると思うから、もっと自信持って今日こんなにもお客さんを熱くさせた試合をしたってことは自信に、でも私に勝つことは一生ないかもしれないけどね、私もこれからまだまだ進化を目指していきますんで、また飯田魂感じさせてくれよ。今日はパッションの勝ち。パッションきらめくスターダムの広島ビッグマッチ、スタバースプレゼンツ5スタースペシャル in 広島サポーテッドバイソフトバンク、9月3日広島サンプラザホール、女神たちの激闘を見逃すな。スターダムで夢のタッグが実現、9月10日横浜武道館ドリームタッグフェスティバル2023、ファン投票で決まったドリームタッグ、一夜限りの異空間、全力で味わい尽くせ。スターダムが佐賀県に初上陸、9月17日佐賀市立諸富文化体育館ハートフル、宇宙一きらめくスターダムを生観戦できる千載一遇のチャンス、絶対に絶対にお見逃しなく。月額920円でスターダムが見放題、公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん、スターダムワールドで検索。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。